外したら負けちゃうぞみたいな、いやーだけど、大きなだろう。どういう気持ちで打ったの？はい、今日も始まりました、ゴルフ7チャンネル、高沢の名前です。そして、しおりんです。そして、ボンちゃんです。今日は忘れすぎ紹介を、はい、はい、そしてカメラマンの俊作くんです。わー今日は日本橋の佐々木さん家です。はい、違う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 、人ん家じゃねえぞ。人ん家じゃないからね。私はもういただいちゃうさんでね、はいはい、名店ですよ。名店で美味しい、すごく美味しいです。肉が冷凍じゃないね。今日はね、ご飯を食べながら、はい、私が今出場していますウルフ系クリエイターナンバーワン決定戦、はい、ランバースポールさんが主催のトーナメントに出ているんですが、それのね、談義、談義、はい、作戦会議とか、作戦会議とか。はい、まあ、雑感というか感想戦というか、決勝だもんね。そうなんですよ、大事、はい、熱々ですよ、熱々。なので緊急会議を開いております、はい、皆さんと佐々木ちゃんとの対戦動画を見ていただけましたでしょうか。ではそれの振り返りと、まあ、決勝に向けての意気込みなどを、はい、話していけたらなと思っています。お願いします。なかなかこのね、はい、決戦の前のピリピリしてるところ、みんなさ、あんまり表に出してこないものじゃないですか。そう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 、確かに確かに。ピリピリしてます？いや、してないよ全然。なんかでも、まみきちゃんと対戦した時からあんまり調子が良くなくて、でもこのトーナメントせっかくの機会なんで、まあ、結果を残したいなと思って、結構練習はしたんですよ。で、まあ、徳崎ちゃんと対戦の時には、まあ、割といい状態には持ってこれたかなと。なるほどね。へばっとったけどね。疲れも裸の前の週にバレバレ会ってるんですよ。アースモンダミンカップが、うちのブースを手伝ってるくれてたんで、二人でね、どうしようかーってね、タリーズでね、タリーズコーヒー飲みながら、試合会場に特設されてるタリーズ。なるほどね。そういう会議したの。今だから言えるけど、あの話してる時、本人は意識してないかもしれないけど、はい、ドキドキしてる感じが伝わってきて、でも緊張、そうだね、緊張はするよね。やっぱ相手がさきちゃんだし、確かに簡単に勝てる相手ではない。確かに。自分の調子も日替わりだから、日替わり、その日調子どうだろうみたいな。確かに僕もやっぱりね、曲がりなりにもね、プロを志したことがある人間なので、はいはい、戦う前とかってどういう気持ちになるのかなって、表情見れば大体わかるんですけど。すごい緊張してました。うちの皆さん、いつもと違うなっていうのと、はい、あって相当言葉選ぶよね。これ言っちゃまずいなっていうのは、確かに俺もわかるから。なるほどね。こういうことをできるだけ言った方がいいんだろうな。だからプロキャディなんかもすごい大変だと思うんだよね。確かに。異業日だよって言われるのと、フェアウェイセンター狙った方がいいよって言われるので、絶対後者の方が結果が良くなる。ああ、なるほど。ポジティブ言葉が、あのバンカー気をつけた方がいいよとか、あんまりこうやってネガティブなワードは使わない方がいい。ポジティブな言葉を使うってことじゃない。だからもう事前にね、こういうゲームの流れが予想されるから、こういう心持ちでいった方が多分いいと思うよとかいう話をね、ただ半飛ばし屋とかと一緒になってくると前半飛ばしてくるから、ドライバーにストロングポイントある人の場合は先行逃げ切りみたいな感じのゴルフのプランを立ててきやすいから、距離で負けちゃうときは終盤にゲームの流れを取っといた方がいいっていうような話をちょうどしてた。調子を維持しながらやる、我慢する前半になるだろうね。さきちゃんと何回かラウンドしたことがあって、さき、ちゃんの方がやっぱり飛距離はね、私よりも飛ぶから、それはもう分かっていて、だからといって別に後半に調整しようとかそういう気持ちは全くなかったんだけど、でも結局やっぱ前半ね、もう完全に持ってかれちゃったから、そっか、あ、やばいなぁとは受け取ったよね。そう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 。でもなんかその日ショットはそこまで悪くはなかったから、パターが結構入らなくて。なるほどね。パターちょっと集中しないとなってっていう気持ちはあったかな。ポットはいつも上手やでしょ、最近下手くそ。あ、なんとか前半と中盤とかっていうのは、取られた時に、あ、もうダメだ、負けるわっていうふうになって、雑になり始めると、良くなるものも良くならないから、だから、取られてても、少しずつなんか距離感合ってきたなとか、少しずつライン乗るようになってきたなとか、アプローチ寄るようになってきたなとか、っていうことにフォーカスして考えていって、で、終盤、徐々に徐々に調子が上がってきたところで、向こうの隙を待つっていう流れが。
めっちゃ戦ってる。あ、そうそう、あのもうそれはもう事前に心の準備をしとくだけでいい。そうなんですね。行き当たりばったりでマイホールマイホールのぶつかって、あ、負けた負けたって言ってやってると、うんうん、途中で心俺雑になるから、あ、もうダメなの。マッチプレーはそのマイホールごとの戦いなんですよね。でもやっぱりドーミーホールとかアップドーミーのタイミングとかでここで終わるよっていうような、あの勝負決まるよってラインがあったりとかするんで、そこから勝負できるような状態に精神的にしておくっていうのは、それまでのホールのこなし方によるんですよ。でもマッチプレーってさ、うん、普段やらないからさ、いや、やらないよ、私もよく分からなくてだからなんかそれが逆に良かったかもと思ってて、なるほどね。7番ホールで私はもう2アップ取られてる、佐々木ちゃん負けてるって思ったから、あと勝たないとダメなんだけど、そうだよね、そう負け落としたらダメなのに、うん、なんかあんまりそれがよく分かってないから確かになんかそこまでプレッシャー感じる。逆に良かった。うん、動画見て思ったんだけど、うん、ここからどうやって勝ったの。いや本当それだよね、本当にそれ。すごい強い人みたいなメンタルがさ、うん、でもなんかよく分かってないから、あ、だからか、普通にやっちゃってるわけ。なるほどね。そう、だからその事前に予想してたらゲームの流れ通りはなってるんだけど、まさかこんな勝ち方してると思わなかったみたいな感じで崖っぷちじゃんみたいな結局そうだよね。なんか、え、大丈夫かな、今思ったら見てて俺すげえハラハラしてた。最終ホールのパットとか結構スッと入れたけど、あれどうやって入れたの聞きたかったの、本当に超聞きたいもん。あれ結構長かったんだよね。そう、長かった。外したら負けちゃうスコーンみたいな、いやーみたいな、余裕のよしこに見えちゃうもんね。まあでも最後のパットは入れないと負けるってさすがに分かってたから、さすがに緊張はしたけど。なるほど。どういう気持ちで打ったの。確かに。でももう入れとしか考えない。皆さん聞きましたか。聞きました。聞きましたか。あのどうやら勝負どころのパターン入れと思ってることらしいです。そう、でもいいかもしれない。だから俺みたいにごちゃごちゃ考えてるやつはダメなんだ。ああ、そうですね。え、次は決勝が。次は決勝です。まだ相手が分かってないですね。そうですね。この人とこの人かなっていうのは、ね、あ、そうか、そうか、対決をされてバリウドのポンさんか、うまいよ、さきチャンネルのゆうちゃん、どちらか。うん、おお。同じ土俵で戦ってんの、あの2人。どっちもやっぱさ、なんか予選のその今までのとか動画見たんだけど、2人ともすごい上手、上手っていうかさ。でしょ、うん、どうしようみたいな。言っちゃ悪いけど、こっちの準決勝より向こうちょっと熾烈じゃん。あ、確かに。俺聞いてた感じ、こんなふわっとした感じの決勝もちょっとあのふわっとするのかなと思って。きついじゃん。結構ね、そう、しかもなんか決勝はウームゴルフみたいな、解説とか入って、すごい本格的。そうそう。表彰式とかもね、すごい、やるから大掛かりな撮影になるなんか私は一人でポンと行くわけですよ。やばいじゃん。俺マネージャーで行くわ。ねえ、本当来てほしい。対戦相手は結局チーム、大体みんなチームで来るから。あ、これ一人だもん。そう、マジも本当に一人なのよ。チームが来れます。行けます。空いてます。ダメだこの日。ギリギリダメじゃん。一気にしてもらっていいですか。年一のイベント入ってんじゃん。あら、大事なイベント。誕生日ね、分かるでしょ、このね、このチャンネル立ち上がってからさ、いろいろ手伝っていくけどさ、そうそう、ね、本当に古文奮闘してますからね。そうですね、一人で頑張ってんだよ。俺もいろんな感情があるわけ。分かる。パパ。サコシャン作戦ね。ね、なんかどっちが来てもいけるように。どっちが来てもいけるように。これね、あんまりゴルフのレッスン的に言ってるのを俺は聞いたことないんだけど、人との勝負じゃなくて自分との戦いですみたいな。なるほどね。で、これ絶対そんなことないと思う。そうなん？そうそう、自然との戦いとかなんとか言ってるんだけど、バンカー作ってるのも人だし、グリーン削ってるのも人だし、そうですよね。そう、傾斜作ってるのも人だし、はい、やっぱ人の思惑とかとどうやって戦っていくかっていうところなんです、最終的に。なるほど。だから相手がどういう人間であるのかっていうことって、このマッチプレーになっていくとより大事になっていく。へー。だからすごい、なんか自分らしく自分のプレーができれば幸せになれるなんて綺麗事です。へー、聞いたことない。そう、こういう思惑に対してはどう向き合うべきかっていうのがあっての、相手がありきです。そう、相手あり。それは目をそらしたやつは負けると思うっていうのが俺の持論ではある。
結局向こうも負けたくないと思って、確かにもうそれはそうですよね。で多分その前段になってるこの動画とかも少なからず見るとは思う、はいはいはい、どういうゲームするのか、そうですよね、研究しますよね、で飛ばす子なのかな、アプローチ上手い子なのかなとかって多少意識しながら、ね、それを想像しながら、はい、その日を迎えるものだと、意外と万能な作戦はないかな、ないの、ない、ただ、七重さんのゲームメイク的には、これ、前回作戦会議で言ったんだけど、飛距離で押していけるタイプではない、勝負は結構、グリーン周りとグリーン上に来るっていうのがあるんで、そうなってくると、やっぱりゲーム展開的に決まるのは終盤なんですよ、なるほど、簡単にポンポンっていけるはずの、あいつ、握りつぶせるようなやつなのに、全然いけねえじゃんみたいな感じにさせておく、するのが。相手にとってショットメーカーってすごいプレッシャーになるので、終盤に潰しきれないってなってくると自滅があるんですよ。なるほどね、勝手にね崩れていってくれるわけですね。もうとっくに勝ってると思ってた試合なんで、はいはいはい、まだ勝ってねえのか俺みたいな感じになってくると、もう作戦が取れなくなっちゃう。じゃあマイペースに行った方がいいってことですか。そうそう、だから終盤にゲームを持っていくっていうのは変わらないと思います、はい、基本的なスタイルとしては、はいはいはい、あとは相手の気性だよね。研究してください。わかんないんだよね。ポンさんは一回コラボで一緒のチームでゴルフをしたことがあって、あのベストボールで。ああなるほど。そうそう。でもゆうちゃんは、うんうん、一緒にゴルフはしたことない。そっか。うん、でも動画を見る限り、そうだよね。飛距離は圧倒的に飛ばしてる気がする。パワフルなイメージある、ね。うん。動画見ても思ったけど、長い距離のパットが鍵になってくると、グリーン外した場合と長い距離の決勝の会場は平川ってことなんで、平川は多分浅見に比べるとグリーンが2グリーンで小さいわけです。あ、やったな。そうそうそう、2グリーンだから本来だったら、あ、で乗らない可能性が結構出てくる。グリーン2枚分の面積を1グリーンにしてるか2グリーンにしてるかっていうだから半分ぐらいのイメージなんです。練習した方がいいね。だからグリーンを外しやすいっていう状態になってくるだろうってことがまず予想されるので、外した場合にどういうリカバリーをしていくのか、あーなるほどですね、っていうところになってくるから、平川長いし、長いよね。そうだから、そうだね、グリーン周りのアプローチちょっと重点的に当日まで練習してない、10ヤード20ヤードぐらいが要用されることは多いので、どんなところこうインストラクター、そうだからレディースティーでやったら多分基本的にセカンドは私が先に打つことになると思う。まあでもこれが200以上飛ぶもんね、多分。ええー、すごい、多分多分負けて当然だと思ってやってたもん、ね、いや多分そうですね。なるほどね、なるほどなるほど、でベルはちょっと違うかも。確かメンタルトレーニング的な話をすると負けて当然だなっていう状態にあって、勝ったら面白いなっていう感じの気持ちの、これ勝ったらもしかしたらすごく盛り上がるんじゃないかなっていうような感じのそういう風にやってた方がパフォーマンス的にはいい状態にあると思って、ね、挑戦者っていう風で見た方が、挑戦者だ。お願いします、お願いします、挑みますみたいな感じです、うん、はい、頑張りましょう。ボロ負けで終わりたくはないなって爪痕残したよね。ボール決着は嫌だね。嫌だから9までやりたい、ボールの嫌ですね。でも平川の難易度からしたらそのバンバンバーディー取っていく感じではないと。あ、そうなんだ。カーが1個2個とかってあればそれだけのところでもつれるの、そんな感じで、おい頑張ってもらいたいと。決勝ね、ぜひね、勝ってもらいたい。バレるが長いと。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、頑張っていきまーす。バイバーイ。